皆さんこんにちは。今日も元気もりもり森本玲奈です。ということで皆さんこんにちは。ということで今日はね、サムネで見た人は分かると思うんやけど、今日はカニを食べていきたいと思います。テレテエビカニックスでエビカニックスでエビカニックスで踊っちゃおう。ということで皆さんちょっと目つぶってて、ガチで目つぶってて、すっごいもの持ってくるから。じゃじゃん、カニを用意しました。こちらね、北海道のカニなんで、みんな一回過去に食べたことあるんだけど、久々にもう一回食べたいなと思って購入しちゃったわ。でもね、ちょっと一つ言うとね、このカニの毛が苦手なの。毛がない、カニが好きなのに、このカニは毛がいっぱい生えてますわ。とりあえずね、茹でるからね、お湯沸かすわな。カニの茹で方みたいな機能は神やってんけど、待って、ルナ普通に終わってるわ。解凍法って言ったから勝手に茹でると思ってんけど、茹でへんらしいよ。カニはゆっくり解凍することによって湯気上げた時に近い美味しさに戻ります。6時間で解凍されるんだって。え、茹でたらあかんの？ルナはでも茹でるけどね。電子レンジで高力加熱、高力高出力高出力加熱をしないでください。ドリップと呼ばれる旨味エキスが全て流れ出してしまい、身はバサバサしたゴムになってしまいます。ドリップは流れると美味しくないと感じることが多いので、できる限り解凍後にお召し上がりください。できる限りだからルナが食べるからいいもんね。急いで冷凍庫に入れてくださいって言ったからさ、食べるまでは冷凍庫に入れないとあかんもんやと思ってんけど、でじゃん、動き出したりせえへんよな。最近カニをめっちゃ食べるの、企画でも食べてめっちゃ美味しかったの。そのカニが茹で方は何なの？どうやって茹でたの？これタラバガニやって、毛ガニじゃなかった。何が違うの？全然にも分からん。とりあえず今こんな感じなので入れていきたいと思います。昨日このカニでルナ手切ってん。カニ捕まえる人ってさ、手切れへんのかなと思うねんけど、どうなの？打ち込みます。うわうわ、無理無理無理、カニをさ、いやいや、これどうやったらカニうまくいくの？ちょっと待ってや、これでやればよかった。これカニ大きすぎるね、これも入らへん。どうしたらいいの？これは上からかぶせてあげる。今ちょっとフライパンに入れてます。私の家のね、鍋にカニが入れなかったからさ、こっちで入れてる。カニ道楽この間行ったんやけどさ、カニ道楽うまいな。あ、そう、あのさ、ルナ生まれ変わったらチアリーダーなるね。って決めてる心の中で。早く食べたいねんけど。今裏表入れてるんだけどさ、見る。このカニ、毛むじゃむじゃやわ。カニもカニでチャラいカニとかおるんかね。このカニはね、かっこいいのかかっこよくないのかって決めるとね、かっこいいんじゃねえかな。やっと柔らかくなってきました。今年さ、お正月さ、大阪帰るか迷ってるんよね。大阪に帰るとするやんか。帰ったとしてもさ、ルナすぐ成人式やからさ、お正月帰ったところでもう一回こっちに帰ってきてお仕事してさ、大阪に帰る羽目になるからさ、だったらお正月我慢して成人式の時に帰るの方がいいのかなと思うんだけど、どう思う？もういいんちゃう、あげるで。うわきし、いっダメだ。なんかカニの口から緑のやつが、うわうわ、こいつ死ぬんちゃうか。本当にルナこれでカニが生きてたら、ルナは一生のトラウマになるけど。できました。じゃあこれを食べていきたいと思います。ということで今からカニを食べていきたいと思います。その前にサムネを撮ります。あー、最悪の最低だ。どうやってサムネ撮ったらいいんだろう。ということでこちら食べていきたいと思います。北海道産の毛ガニらしい。みんなちょっとグロい、グロかった、全然モザイクかけてね、自分たちで。カニは大好きなんだけど、毛ガニは苦手なの、見た目が。あ、来た、いった、ほんまに。いただきます。ほんまに毛やばいな。ペこのカニどうやって捕まえたんだろうとマジで思うもん。身たっぷりなんやけどさ、くっついてるわ。頬張りたかったけど、これは頬張りなかったから食べます。すいませんね、この食べ方で。一回、うん、うまい。やっぱめっちゃうまい、カニは。でもルナ、カニ、カニっこなんねん。いや、これ、軍手ないと無理やって、普通に。一体、こういう向け方をすればいいのね。見て。本当は、こうやってシュッて食べたいんだけど、なんかダメだ、このカニはまだ。え、こんなに身がいっぱいある。いただきます。うまっ。贅沢だ。カニって太るんかな？カニとかさばくん苦手やってんけどさ、自分が子供できた時にさばかれへんお母さんってやばいやん。なんかちょっと練習しようかと思うねん。
海の中で一番誰が強いんやろ。クジラかな。めっちゃただ食べるだけの動画になってる。ルナのイメージ、お正月さカニやねんけど、ちゃう、ルナの家だけ身がめっちゃぎっしり入ってるわ。いただきます。味噌汁作りたいな。ちょっとお味噌汁作るわな。価格変更ということで、今から味噌汁を作っていきたいと思います。このフライパンで作るわ。赤味噌欲しかったな、こういう時は。じゃあこのゆでガニを入れていきます。これで取って、私は身がいっぱい食べたいので身もほじくったやつを入れていきます。ルナの周りもみんな飲んでるんよね。二十歳になってるから、地元帰っても地元の人もみんな成人してるの。ルナ以外ほぼだからさ、帰った時さ毎回さみんなは飲めるんやけどさ、ルナが飲まれへんからみんな気使って増えてるんやけどさ、早くその気使うやつをなくしたいよね。いっそう、優しくしてや。ちょっとだけ入れとご飯出しよう。こんなぐらいかな。ルナチね、今具がないんだな。今からお味噌汁の味噌を溶かします。絶対うまい。これはできました。最近本当にごめんね、なんか画角とかマジで適当になっちゃってる。カニだらけやで、これはもううまいで絶対。じゃじゃん、お味噌汁ができたので食べていきます。食べていきたいと思います。まず味してみるね。うまっ。カニもある。え、うまっ。染みるっていう言葉が本当に合う。めっちゃうまいねんけど、これもう一回飲もう。うまっ。100点だ。まあ、皆さんもカニぜひ作ってみてください。ルナはね、ちょっとね分かんないけどさ、カニ触った瞬間手腫れてんねん。まあ私はちょっとね好きなんやけどね、手がねパンパンになってきてるの。カニアレルギーなのか分かんない。手がねもう今かゆくてパンパンなので、私はカニはもう誰かと食べるわ。ね、剥いてもらうわ。ってことで、これから剥いてくれる人募集しますのでお待ちしております。皆さんぜひ食べてみてね。でもね、ルナ一つやりたいことがあってさ、お父さんとお母さんがずっと北海道に行ってカニを食べたいって言ってるの。だから早く連れて行ってあげたい、ルナがお金持ちになってね。ということで、まあ皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ。